はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、続きをやっていきたいと思います。とりあえずですね、出撃の、外伝ですね、これを2つこなしていきたいと思います。期間的にはソティスのやつが1月で終わって、他が2月まであるので、まずはソティスのやつをやりましょう。赤き谷の冒険団、ソティスの言葉に従い単身赤き谷ザナドへ向かう。しかし谷には謎の影が、さらには後を追ってきた生徒らも、ということでこれをやっていきましょう。どうした？頭のここまで出かかっておるのに思い出せん。そうじゃ、ザナドじゃ。赤き谷ザナド。それじゃよ、つい先日に行ったばかりじゃというのに、スコーンとばかりに抜け落ちておったわ。それで？そう、それでじゃ。ザナドの景色にわしは懐かしさを覚えたじゃろ。その理由、やはり確かめてみなければと思うてな。行こうで外伝戦とか行きましょう。うん、今日できることは今日やれと昔から言うしの。あれは先生だよな。わざわざ一人で外へ行くなんて珍しい。外出の予定はなかったはず。気にかかりますか、殿下。ああ、なんというか胸騒ぎがする。ひとまず学級の皆を集めよう。うむうむ、やはり見覚えが。この建物は確か、肝心な部分になると記憶にもやがかかっておるようじゃ。しかしわしはここで暮らしておった、それは間違いないと言えるぞ。何しろ見る前から壁の向こう側にあるものが思い起こされるのじゃ。想像でどうにかなる話ではない。それにしても随分と谷の奥まで。なんじゃ今のは。これはモンスターかな。叫び声のような。そうじゃ、普通の獣ではない、恐ろしく大きな叫び。あれを見よ、お主、谷の入り口に巨大な影が。敵衝撃波、ミカミックスの配送。はぐれまんじゅう。今度はなんじゃ。ケルベロスチックなのが出てきたな。飢えた狼ども、あの叫び声の主に追い立てられたか。いずれにせよ戦いは避けられぬな。気合を入れよ。みんな来た。あれ、上にもいる。まずい状況だな。先生を追いかけてきたはいいが、前方と後方に巨大な狼と鷹、それから谷の入り口にいるのは魔獣でしょうか。ああ、そのようだ。はぐれ魔獣とでも呼ぶべきだろうか。どうにかしてあの魔獣を撃たないことには大修道院へ戻れそうにないな。俺は一人。とにかくまずは先生を助け出そう。先生といえどあのままでは危ない。この群れがあちらからも、奴ら俺たちを攻撃するつもりだな。また鷹か。魔獣と戦う前に倒しておくべきだろうな。諦めろ。
少しは成長したか。行くわよ。いい動きだ。終わったか。やれやれ、とんだ邪魔が入ってしもうたの。また狼や鷹に襲われる前にさっさと戻るぞ、お主。じゃがこの魔獣はなぜ赤き谷に。何か意味が。先生、本当に無事でよかった。何かあったらどうするつもりだったんだ。殿下、こうして生き延びられたのです。そういった話は修道院に戻ってからに。ああ、そうだな。というかこのままでは俺たちも叱責を免れないわけで。先生が俺たちを連れて戦闘訓練に出たということにしては。でーでー、お前な。で、先生は一体何の用で。やれやれ、ひどい目に遭うたの。しかし、お主を追ってきた小アッパどものおかげで九死に一生を得たわ。くっくっくっ、生徒に心配されてすっかり教師じゃな。お主も教え導く者としての自覚が出てきたのやもしれんの。ま、わしが導いてやっておるのか。それも当たり前よ。しかし、あれだけの危険にさらされて得るものなしとは、とんだ。ん？なんじゃこの感覚は。わしの記憶が、お主の体に作用しておるのか。おお、これは面白いの。お主、少し強なったじゃろう。これもザナドへ行った結果か。無駄足にならずよかったの、お主。え、なんか拾ったの。あ、拾ったじゃと。うん、これはお主にとって有用なものかもしれぬ。ま、使い道はお主が調べるんじゃな。意外と得るものがあったの。ひどい目には遭うたが、わしとお主の小さな冒険と思えば実に楽しいひとときであったぞ。ああ、これ時を戻す回数が増えた。ダークメタル1個。ではもう1個、外転どうしよっか。マヌエラ先生とハンネマンのやつやってみる。ひょうたん相入れず、性格も好みも合わないマヌエラとハンネマンの2人、ある日とある情報を聞きつけたマヌエラが大修道院を飛び出していき、はあ、雨ね先生。なぜかしら、こんな日は死神騎士に刺された傷がしくしく痛むのよ。傷がうずくたび怒りが湧いてくるの。だってそうでしょ、フレンをさらったのは彼らなりの目的があったんでしょうけど、私を刺す必要ってあったかしら。とんだとばっちりじゃない。てかマヌエラ先生、どこ刺されたの。自慢の美肌を傷物にしてくれた挙句、さっさと行方をくらますなんて。マヌエラ、その辺でやめておきたまえ。先生も困っているではないか。余計なお世話よ、ハンネマン。あなたと違って先生は寛大なの。どんな愚痴も黙って聞いてくれるんだから。君が寛大なくペラペラと喋るから黙らざるを得ないだけではないのかね。あら先生、そうなの。いや、そんなことはないよ。そうよね、私のことを思って聞いてくれてるのよね。もうあっちに行ってくれないかしら。
私と先生の邪魔をしないで。もう大声を出したら余計に傷が痛くなってきたじゃないの。俺なら静かにしていればよかろう。すぐに感情的になるのは君の。仲良くしよう。ごめんなさい先生、気にしないでね、いつものことだから。マヌエラとは相性が悪いようでな。顔を合わせればいつもこうなる。我が輩としては彼女とももっと落ち着いて話がしたいと思っているのだがね。あら、私だっていがみ合いたいわけではないのよ。あなたが余計なことさえ言わなければ。我が輩は余計なことなど言った覚えは。また仲良くしよう。あら、ごめんなさい、つい。ああそうだ、実は死神騎士の潜伏場所について新しい情報があるのだが。え、本当なのそれ。封じられた森の西の外れでそれらしき人影を見たという生徒が何人かいてな。今のところ信憑性の乏しい話ではあるが、万一ということもある。念のためこれからセテス君に報告に行こうと思っていたところなのだよ。はあ、何を悠長なこと言ってるの。逃げられたらどうするのよ。この件に関してはまずセテス君に報告し、レア様の意向を確認してから騎士団を。こんな堅物ヒゲ男は放っておいて、急ぐわよ先生。堅物ヒゲ男、その暴言さすがに聞き捨てならんぞ。うるさい、すぐに手すきの人たちを集めてその場所に向かうのよ。わかった、行きましょう。先に行ってるわね、私。待ってなさい死神騎士。待ちたまえ、なんとせっかちな。すぐに後を追うのだ。マヌエラが危険な状況だ。自業自得とはいえ助けぬわけにはいくまい。チッ、今日は客が多いな。野郎ども帰り討ちにしてやれ。見ろ、上玉がいるじゃねえか。あら、熱烈な視線を感じるわ。狙われているのかしら、私。どめや、俺が出るまでもなかったか。くっそ、厄介そうな連中だ。人質でも取って脅してみるか。野郎ども、全力であの女をとっ捕まえろ。死神団の底力を見せてやれ。死神団？死神騎士じゃないわけ？俺たちは泣く子も黙る死神団だ。たぶん、はんか。少しはつ…マヌエラ、怪我はないか？ええ、大丈夫。だけど、とんだ無駄足だったわね。外伝に勝利したため騎士団を獲得しました。インデッハ県議隊みたいな。はあ、あれのどこが死神騎士なの？どう見てもただの山賊だったじゃない。まあ盗品を回収できたのは収穫だったけれど。マヌエラ、君というものは。あら、ホンネマン、何をそんなに怒っているのかしら。それがわからぬほど君は愚かなのか。単独で敵地に乗り込むなど無謀の極みだ。本物の死神騎士がいれば死んでいたぞ。皆がどれほど君のことを心配したか分かっているのかね。猛省したまえ。
まあまあまあ。これは命に関わることだ。甘いことは言わんでもらおう。返す言葉もないわ。本当にごめんなさい。皆にも後で謝罪しておくわね。我が輩も少し強く言い過ぎたようだ。だが分かってもらいたい。我が輩が君に忠告や説教をするのは何も君が憎いからではない。君を大切に思っていればこそなのだよ。信じてもらえるだろうか。ええ、分かっていたわ、そんなこと。私だって同じだもの。なのに私ったら、その場その場の感情に流されて、もういい年だというのに、まだまだ未熟者ね、私。あら先生、これ以上付き合うのが面倒だから早く終われとでも言いたげね。何？他人事だとでも思っているのか？担任教師は我々三人だけだというのに。意外に薄情だったのね、先生。もう行きましょう、ハンネマン。うん、もう少し二人で話すか、マヌエラ。ちょうど上質な茶葉を手に入れてな。ハンネマンが話したがっているようです。応じますか？はい。さっきの戦闘であれが上がったかな。先生、少しいいかね。だっか、その笑顔が怖い。そう、身構えないでくれたまえ。我が輩が君の害となったことがあったか？いや、ないだろう。紋章学の探求が進めば進むほど、君は自分の正体に近づけるのだからな。君が失われた炎の紋章を持っていたと知り、少し君の過去を探らせてもらった。君のその血がどこから来て、そして君の半生にどう影響してきたのか。それは知りたいね、確かに。我が輩はそれを知りたいと思ったのだ。いや、俺も知りたい。自分の過去。ああ、そうだとも。君のかつての傭兵仲間にも当たったよ。もちろんジェラルト君にも、ジェラルト君のかつての仲間たちにもだ。さて、それでは調査結果を報告する。間違いがあれば指摘してくれたまえ。ジェラルト君がセイロス騎士団の騎士団長だった頃、彼には恋にしている女性がいた。最初はその女性が君の母かと思ったが、それでは辻褄が合わない。なぜなら彼女はジェラルト君が修道院を離れる前に亡くなり、彼が傭兵として放浪していた先で君が生まれたのだからな。いや、君が年齢を偽っていれば話は変わるのだが、どうだね。いや、どうだねって言われても分かんねえよ。父には隠し事があった。そうなの？そうかもしれないな。君たちは謎の多い傭兵だったようだ。ジェラルト君は元騎士団長という出自を誰にも明かしていなかったし、君のことも含め仲間に多くを語らなかったと聞いたよ。いずこから来たのかもしれぬ力だけは確かな傭兵親子。特に君は灰色の悪魔と呼ばれて恐れられたそうだね。そうだろ、初めて聞いたんだけど。無表情に敵をほふる君の姿を傭兵たちはまるで英雄のように語っていたよ。さて、君の素性についてはこれ以上調べようもないようだ。今後は君の血に聞いてみるほかないな。支援レベル C。 シルバンの様子が気になる、会いに行きますか？はい。浮気だって？いやいや、面白いことを言うもんだ。
これまでもこれからも俺には君だけさ。その気持ちに誓って嘘はないぜ。けど君がどうしても俺なんかに付き合ってられないって言うなら仕方ない。あ、そうだ、もしよかったら紋章持ちの男とか紹介しようか。そんな言い方。町娘ってただの町娘でしょ。だっていやいや、これは純粋にただただ君を思って言ってるんだ。俺、泣き顔を見るのは趣味じゃなくてな、君には早く笑顔になってほしいのさ。だからね。なあ先生、こんなところを覗いて楽しいんです？なんか物言いたげな顔してるけど、一応聞いておきましょうか。ゴミクズだな。女の敵だ。いやー、そこまで言わなくても、俺とあの子の問題なんだからさ。大体振った振られたなんてよくある話じゃないですか。あの子も他に女がいたからってあそこまで怒ることないだろうに。はあ、可愛い女の子の辛そうな顔を見るのは応えるな。あんまり可愛くなかったよ。そうは見えない。いやいや、本当に辛い。これでもかなり落ち込んでるんです。さて先生、こんな恋の痛みを癒すには新しい恋が一番なんて言いますよね。これからちょっと付き合ってくださいよ。一緒に女の子を口説きに行きましょう。あ、冗談冗談ですって。まったく釣れない人だなあんた。支援レベル C、 さらにやる気がアップしました。やる気上がってるやんけ。落ち込んでるとか言っときながら。じゃあ今日は課題出撃の日ですね。ちょっとメニューで身支度をしてから行きますか。